はい、西くんです。前回はですね、 CBD は違法でないよ、大麻との違いっていうことについてお話ししたんですが、よく言われるんですね、ぶっちゃけ西くん大麻吸ったことあるのとか、大麻についてどう思ってんの、それについてお話ししたいと思います。まずですね、日本の法律で大麻が吸ったことあれば犯罪者になります。というのも、合法な国だっても吸うと逮捕につながってしまうっていうのが今の日本の法律で、し、大麻を人に勧めても逮捕されます、犯罪者になります。という面で、まあネタバレになっちゃうというかね、だから僕は本当に吸ったことないし勧めてないからこんなことが今堂々やってるんですけど、いやー、実は吸ったことあるんでしょうって言われたりするんですが、あの僕ね、海外に NHK のロケでウガンダしか行ったことがなくて、で結構ね、グレーなこと危ないことやってるイメージあるかもしれないっていうか、まあグレーというかね、アングラなことはいっぱいやってたんですけど、自分の中のポリシーというか、悪そうなことは大好きだけど本当に悪いことはしないって心から決めていて、だから実際にぶっちゃけ勧められたことある、人にやってみないって、し見ちゃったこともあるんですが吸ったことはありません。で、大麻自体については吸ったことがないんでね、興味があるかないかって言ったらあるからいろいろ調べてるわけですけど、吸う興味があるかって言うとですね、僕コーヒーもエナジードリンクも体がしびれちゃってね、ダメなんですよ。まあ体のサイズの問題なのか、カフェイン系の耐性がないのかなので、ね、もしやってみて救急車とか大ごとになったらシャレにならないから、多分僕は医療大麻についてはね興味あるけど、嗜好品についてはまず、まあそもそも日本がそんな OK すぐなると思ってない、下手したらずっとならないと思ってるんで、大麻を別途に進めたいとかは思ってないですね。ただすごい興味があるんで、 Netflix とか、あとは Amazon のアンリミテッドの本とかでめちゃくちゃ調べてたりはします。で、そのさっきちょこっと出たんですが、医療大麻についてはですね、やっぱりそれで命が救われるのなら研究してほしいし、日本でできるのなら日本でするに得したことないなとは思っていて、かつ CBD がですね認められると、医者が処方できるようになると、的確なものを出せるようになるし、保険も効くようになるし、みんなも安心できるしっていう意味では、 CBD は特に認めてもらって、医療的に医療品として認められると嬉しいなと思って今こう活動しているわけです。まあね、日本に住む以上は日本の法律守らないといけないと思うんで、もしね本当に大麻に興味を持っちゃったら、僕の場合は日本国籍捨てて海外で生活します。今のところ日本いろいろとね政治関係でねごちゃごちゃしてますけど、僕は日本人好きだし日本食も好きだし、とりあえず海外に行ったことはほぼほぼないんで、日本人を辞めるつもりもないし、日本人を辞めないなら大麻にも手を出さないようにしようと思っていますということを、一応こういう CBD を広める上で結果的に大麻について話してしまうから、しっかりここで話しておこうと思いました。次回、ですね、CBD と合法大麻と医療大麻がよくごちゃごちゃになってる人がいるんですけど、厳密に明確に違いますよっていう話をしっかりしておきたいと思います。この動画はですね、毎日19時にアップしてますので、もしよかったらチャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。